パン屋で働くフリーターのクロ。パン。カメラマンのエイト。舞台演出家のゴー。だから違う、違うんだって。これは彼ら3人の出会いと別れの物語。昼から曇りだって。私山嫌い。富士山崩れる。名前は？出発は？手の感触がペンに伝わり生きた文字にしてくれる。書いた時の感情も筆圧で表現できる。おばあちゃん。